も知らない世界。ああ、でもそれはこんだけ世界とつながろうが、 SNS とかいろんなインターネットがこうつながろうが、 DNA レベルで、遺伝子レベルで、それお前に言う DNA がなんか浅すぎて腹立つけどでもまあそういうこう遺伝子レベルでつながってきてるってことですよね。うん、と思うで。だってまあ多少のさ強盗はあったかわからんけど、福島の地震の時やって誰もそうなせんかったね見てみ、アメリカ地震言ったらどれだけ暴れてるか。ヨーロッパも一回言ってガサッて壊れた時にどれだけ人がそこに暴動に入るか。普通の一般人が日用品をもう盗みまくって持って帰って終わりですよ。日本人大事にしますよ。なんか昔今言ってんのはだからポケモンカード取り入れてたけど、あれは自信言ってないから、自信言ってないからな、何もない時やってるから、あれはだから冒頭やから、あんなはええねん。ああ、だからまああんなもまあまあ言うたらまあ平和なうちなんですね。ポケモンカード盗まれるとか、だから日本人で聞く大会を助けんねん。へえ、これな、恐ろしい民衆やで。災害のあの話やばいですね。そういうことか、いかへんやん。いや、今回だってカナダの地震で誰も強盗のニュース出へんやん。あ、出んすね。全く出んすね。めっちゃできんで。まあ、やろう思えば。だって別に、今あそこで強盗しようが、ニュースにしようとも思わないですもんね。それより、被災に遭った人がどんだけおって、死者が何人おって、行方不明が何人おって、そっちの情報の方が大切やから、まあ、埋もれるっすもんね、やろうと思っても。やってほしい。ちょっとちゃうけど、違うな。まあ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 、でもね、素晴らしい国民は思うね。ああ、なるほどな、そういうこと。いいと思う。なんかめちゃくちゃ素晴らしいやん。だって人のものを取らないっていう、なんかわけわからん教育やったら分かるから、人のものを取らないクソの普通に俺もババアに言われた、昔ババアに言われたことで、親言うとお母さんに言われたら盗ったらあかんっていう、なんかほんまクソのじゃないことやんか。うん、できるやん。普通にできますね。うん、それはダメなことやっていう、うん、だから農家が成り立つと一緒で、今はなんかおかしなってきたけど、な、世の中でイチゴ取ったりとか、なんかパクったりする、果物取ったりするやからおるけど、あ、でも日本ってそういう国や、うん、あれがある一定世の中いっぱいおると思うねんけど、でもね、ろくなことないから最後でも素晴らしいよね、素晴らしいですね。だからそういう国民でいてよかったねってオチやな確かに。だから今度あれですよ、神社仏閣ちょっと回りましょう。日本の心じゃないですけど、そこ行ったらややこしなんで、俺また話したらややこしなんで、俺もう俺の話がもう出るじゃん。神社仏閣回って、僕も嫌いじゃないし、なんか好きなんで、そういうの。まあな、そしたらそこから仏閣の部に行ったら、どこの宗教の何かっていう考えなきゃならないな。確かに、なんとか宗。まあ、もう四国行ったらほぼ信号書やな。まあそうですね。多分 いわゆる空海が分かんないけど、空海の、ただお前言ってくれたら空海の、あれは悟り開いた場所ね。高野山。中国。何言ってんの？高知の室で。え、そうなんですか？うん。海岸の地域。そうやで。あ、そうなんですか？空海の名前っていうのは、空と海やろ？あ、全部見るってことですか？海も空も。そこに入ったら見えんねん、二つ。今でもあんねんね。空海が開眼したい場所ってあるねん。あ、ここですっていうのがあるねん。ね、そこで全部悟りを開いたんですか。開いた場所がある。え、中国じゃないんですか。戻ってきてなんですか。そうやね、戻ってきて四国に来た時のあの室戸で開いたんですか。そうやね、彼がここで開いた場所があるねん。え、そえ、あ、そうやったんですか。え、バカだわっていうのを今後流していきたいと思いますではトイレ、はい、え、知らねえ。あ、知らんかったっす。そこで開いて。あ、そう。